はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。メール登院、メールチャンネル登録、メール登院登録よろしくお願いいたします。明日10月25日に予定されていた河野太郎裁判ですが、裁判官3名のうち1人が体調不良で延期するという、そんなのってありの仰天連絡がありました。明日見に行きますよって言ってた2カ所の当局関係者にもこういうわけで連絡したら、そんなのってあるんですか、残り2名でやったらいいじゃないですかっていう声も驚いたみたいであります。傍聴のため予定を空けといてくださった皆様、わざわざ有給を取ってくださった皆様、遠方から行くよと言ってくださった皆様に誠に誠に申し訳なく思います。私のせいではないんですけれども、申し訳ないです。明日の裁判は延期ですので来ないでください。よろしくお願いいたします。投票前なんで、このサイドからですね、選挙に影響出た、裁判やったせいで言われるのを恐れて逃亡したんじゃないかと、腹黒く意地悪な私はつい思ってしまいます。体調不良ってね、車にひかれたとか言うならわかりますけれども、骨折して入院しちゃったとか言うならわかりますけど、あと死んじゃったとかね、体調不良って言われてもちょっと納得できねえよね。そんなのってあるんですか、当局関係者も驚きますよ。メール党員限定大阪懇親会募集好調です。11月23日15時から17時、新大阪駅付近、会費5500円、ご応募は党員メールをご覧ください。12月末に東京で、来年1月に福岡でも開催予定であります。その次は名古屋とか仙台とか札幌ですかね。自民党選挙終盤になってえぐい失速、序盤自民が単独過半数を維持伺う、中盤自民単独過半数は厳しく与党の過半数維持めぐる攻防、終盤与党で過半数割れの可能性もと、世論です。なんでこんなことに、自分とこの議員を自分で潰してんだから、そらそうよ。非公認とかね、比例復活不可とか当選しにくくしてんだから、自分とこの議員をね。まあそうですよね。野党はなんで候補乱立で自滅してるんだい。裏金議員の選挙戦が何度も繰り返して報道されるから、石破を持ち上げて総理の座につかせたマスコミの謀略、理由が多すぎてわからない。石破の中途半端な処分が最悪やった。石破は自民党をぶっ壊して立憲民主党に合流残念ながら石破は総理の器じゃねえ。自民不人気の原因は石破と断じる意見が多かったであります。私も同意見です。テレビ持ってないんですけど、石破の応援演説の絵面が辛気臭いと評判になっておりました。だからあれほどね、初の女性総理で大不人気、岸田路線から変わった感出せたらもっと楽に戦えたのに、高市総理でね。それとですね、裏金の不評は党全体で引き受けて選挙で見過ぎしますって突っ張れればよかったのに、マスゴミと党内の不記載してない議員の突き上げに負けてですね、12人非公認、43人比例復活不可にするという大失敗政治判断、自ら当選しにくくしてですね、不倫にしてんだもん、バカですよね、ほんと。実際に AI に自公過半数割れイコール47人落選の確率を計算させるとですね、 70.9% という数字になったそうであります。これに対する世論、もし過半数割れたら自公国連立内閣、それでも足りない場合は自公国異連立内閣かな、国民民主引き入れるか、国民民主も維新も引き入れるか、十分勝てた選挙を執行部の判断ミスで負けることに、多分今日の非公認議員への2000万円ニュースが決定打になりますね。 NHK までぶっ放した結果より高まった可能性、民意なら仕方がない。総理にやってなれたのになんで急いで解散したんでしょうかね。マスゴミの調査が正しいならこの数字は正しいけれども、岸田路線の尻拭いで最悪のタイミングで総理になった石破さんって書き込み見つけましたけれども、それは違いますよ。何も急いでね、すぐに戦後最短解散しなくてもよかったんだからさ、最悪のタイミングにしたのは石破の判断ミスですよ。マスゴミ、
国民に人気の石破さん大嘘、これに騙されてですね、よし選挙やっちゃうぞ、まんまと騙されたんでしょうね。衆議院の任期は来年10月まであるんで、最大ここまで引っ張れたのにさ、それまで実績を積みながらですね、裏金批判が風化するのを待って満を持して解散って判断もあったのに、そうせず急いじゃったんですよね。拙速を尊ぶのは軍事だけですよね。裏金議員処分といい、時期も解散時期も大失敗してますよね。朝日新聞の予測、事故を合わせて225人、過半数は233人、つまり朝日新聞は事故過半数割れと予想してんだな。現代ビジネス、事故過半数割れでこうなります。選挙翌日、石破総理と森山幹事長の引責辞任記者会見。慣習通り林官房長官が臨時の総理大臣に選ばれて、10月30日に自民党大会を招集し次期総裁を選出。1日でやっちゃうんだ。11月6日招集の特別国会で新自民党総裁を首班指名、まあ総理指名なんですけど、自民党総裁イコール総理は血で血を洗う総裁選で決する場合もあれば、党大会の話し合いでですね、〇〇さんでいいんじゃねって決まることもあるそうであります。この場合はかなりの確率で高市さんでいいんじゃねってなりそうですね。何より党員票が1位ですから、総裁選やり直しでも高市さんになりそうだな、当然な。高市総理誕生が長期的に日本のためになりそうなんで、この際自公過半数割れしてもらった方が日本のためにいいんではないかと私は思われます。世論です。自公で過半数微妙とは面白くなってきたな。朝日の調査ってそんなに正確か。いつも立憲大大幅増だが当たらないんじゃない。野党がそんなに対処するとは思えないんだが、なんで石破を総裁に選んだのか、アホすぎる。石破にスケープゴートにされて迫害された議員たちを必死で救おうとしているのが高市さん。朝日の予想って当たらないんだってね。特に立憲の議席に希望的観測を盛り込みすぎちゃって、裏金議員20人が劣勢、10人が拮抗、20人が優勢っていう予測を見ました。劣勢20人と拮抗10人の半分が落選するとして、今の247人からですね222人になりますね。過半数は233なんで、自民単独過半数割れは確実な情勢なんですけれども、公明32人がですね、朝日予想でも最小17人、最大33人当選なので、最小で公明党が落ちに落ちても、17人でも合わせてですね239、過半数より6人多い計算になりますね。まあどうなるかわかんないですけれどもね。自公過半数割れなら石破辞任は確実って見られてるんですけど、自民単独過半数割れでも石破は辞任するんだか、それともしがみつくんだか、まあ注目であります。毎日新聞調査、国民民主躍進、現在の7人から23人から29人に3、4倍増すると毎日は予想しております。自民から逃げ出す票の受け皿になれたんですけどね。ここ民進党の資金受け継いで金持ってますからね。百何十億受け継ぎましたからね。世論です。比例で10代20代得票が2位の地域もあるらしいし、若者狙いが成功やね。一番具体的に政策言ってるし、尊厳死はむしろウェルカム、私もウェルカム。難病だから尊厳死を推進するならなおさら投票するわ。ババハン、か維新のババハンすか。新馬さんのチャンネル面白いからね、 YouTube やってるみたいですね、新馬さんね。若者現役世代向けにちゃんと政策練ってきたのここぐらいだし、立憲は物価上昇 0% とか意味不明だし、わけわかんねえしと。以前と違って政策は独自の色を出しながら自民寄りの現実路線、自民党が政策以外の裏金でずっこけてるので、まあ自爆なんですけど、政策が似てる民民が受け皿になるのはまあ自然な流れかな。まあ縁でないですか、躍進してもね。
自民党以外の、あの選択肢が今までなかったからあるのはいいんじゃないですか。あの選択肢がないでいやいや自民党に入れてると自民党が突き上がるからね。トリガー条項発動も言ってくれてるし、原発再稼働とも言ってくれてるしね。ツイッターで国民民主党に騙されるながトレンド入り。鳥海富士夫東京大学院工学系研究科教授、どういう人がツイートしてるか分析しました。令和支持者 34%、 共産支持者 22%、 立憲支持者 18% でした。影響力のある上位5カウントが、拡散の 83% になってました。まあ、あの令和、共産、立憲が一生懸命足引っ張ってやってるのは、まあ、予想通りなんですけども、たった5人がトップ5人が 83%。 そうなんだ、ツイッターってそういうもんなんだ、びっくりしました。世論です。知ってた。わかりやすい、思った通りすぎて草、見た瞬間わかったわ。いつものレッドウォーリアーか、ほう、これは興味深い。野党で争いやってんのか。さすが令和知能、パヨチン必死なの。相手の足を引っ張ることしか考えないパヨシ草。ハッシュタグ工作といえばですね、共産党拡散部だったのに令和に抜かれましたね。これぶっこによる自然減で部員が減ってしまったんでしょうか、拡散部部員が。民民はすでに令和、共産、立憲と競合する勢力じゃないと思うんですけどね。むしろ自民や維新と競合する存在になってるでしょう。令和だのがあんたらの敵じゃないよ、民民はって感じなんですけど、足引っ張んだったらですね、令和、共産、立憲で互いに妨害した方が効果的なんじゃないの、色一緒なんだから。しかし今は何でもすぐバレる時代になりましたね。やりにくいですね。今日の単身です。石破総理、厳しい経営が続く JR 北海道について、状況が厳しいから路線を減らす、本当にそれでいいのだろうか、ねっとり。はぁ、ね、それだけやん。だからこうしますっていうのがお前ら政治家の仕事じゃねえのか。全くね、腹立ちますねこれ。自由競争経済だし仕方ないんじゃないってことですね。需要ないんだからしょうがないんじゃないとも言えないし、じゃあどうすんだっていうのも言わないのね。今後も議論が必要だ、ねっとりで、何もかも放り出して逃亡するその姿勢、総理になっても変わんないのね。総理どころかこれ一議員にもふさわしくねえから、早く高市さんに代われって。よくやってこれだな、今までこんなんで。ネットで議論、強盗予防は大型犬が最善。大型犬飼うの高市ですから、強盗に入られる確率とですね、被害金額、ちょっと勘案すると、大型犬10年、1頭飼うとまあ10年として、それにかかる金っていくらぐらいかかるんだろうな。ちょっと疑問に思っちゃいますけれども、戦後すぐ治安の悪い時代、キャンキャンやかましいので番犬にいいとしてスピッツ流行った時代があったんですよ。なので高齢者は、あの中にはですね、スピッツイコールやかましいっていうイメージがある人もいると思います。今のスピッツはおとなしくて静かであります。もちろんですね、しつけに失敗すれば暴君にもなりますけれども、まあそれはどの犬の種類でも一緒だわなぁ。回収した護衛艦加賀に垂直離陸型の F-35B が初着艦。ついに我が帝国海軍に正規空母が復活いたしました。70年、80年ぶりですか。空母はどう考えても、あの防衛兵器じゃなくて攻撃兵器、まあ出かけてってやっつけるって兵器ですから、選挙で忙しいのがマスコミがあんまり騒ぎませんね、しめしめ。昨年日本に帰化を認められた外国人は8800人と判明。まあ多くは日本人と結婚したり、そういう人らなのかな。これが多いのか少ないのか分かりませんね、ちょっと判断できないですね。帰化してすぐに反日活動するのはやめてよね。あと私はですね、日本人の血が一滴も入ってない帰化一世の立候補に反対です。エリ・アルフィアみたいなね、父親も母親もどっちも外国人の帰化したばっかのやつが立候補、いきなり立候補するのに反対です。アメリカ大統領もですね、3代前からアメリカ人じゃないと立候補できないんだし、これは差別でも全然ないですよね。私は日本人の血が一滴も入ってない帰化一世の立候補に反対いたします。小野君さん
小野田紀美さんなんかは日本人のハーフだし、まあ日本生まれってこともありますけれども、帰化一世じゃなくて生まれた時から日本国籍も持ってるし、まあ米国籍も持ってたんですけれども放棄されましたけれども、そういう方はいいですよ。帰化一世の日本人の血が全然入ってない人の、立候補に私は反対いたします。これは差別でも何でもありません。というわけで明日河野太郎裁判、裁判所都合でドタキャンされました。なので来ないでください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。